みんな、行くよ。せーの、レイちゃん、お誕生日おめでとう。皆さん、ありがとうございます。そして、これが誕生日プレゼントです。じゃじゃーん。これはもしかしてご当地限定のカップ麺ですか？しかもこんなにたくさん。レイは他で豪華なプレゼントをもらえると思ったからさ、私たちはレイが満足してくれるものは何かいろいろ考えたんだ。みんなの知り合いとか知り合いの知り合いに頼んで、できる限り全国のを集めてみたんだよ。まあさすがにこれは他の人とは被らないわよね。皆さん、貴重なものを本当にありがとうございます。いつまでも鑑賞ができるよう専用の棚を作って飾りたいと思います。あ、いや、できれば食べてくれると嬉しいんだけど。ありがとうございました。仲良くしてください。ありがとうございます、エソラさん。私、今、とても幸せです。
けど、みんなの期待には応えてみせる。私だってマーメイドだから。私ももっともっと私たち4人で輝きたい。みんなの期待には応えてみせる。私だってマーメイドだから。
とうございます、エソラさん。